皇籍皇、列戦主派より長領と皇籍皇皇籍皇は、中国信頼の因子、長領に兵将を与えたという伝説で名高い。長領が始皇帝を暗殺しようとして失敗し、家妃に身を隠していたある時、一人の老人と出会う。老人は利を橋の下に落として、田元を歩いていた長領に、拾えと命じ、長領は怒らずそれに従った。 老人は一度は笑って去ったが、後に戻ってきて5日後の朝に再会を約束した。5日後、先に来て待っていた老人は、日が昇ってから現れた長寮に、目上の者との約束をしておきながら遅れてくるとは、何事かと、また5日後に会う約束をする。長寮は次の5日後、日の昇ると同時に、約束の場所へ行ったものの、老人はすでに来ていて、以前と同じことを言う。 三度目には、日の昇る前に行くと老人は、後から来て、その謙虚さこそが宝であると言い,い、長領に大抗望兵書を与え、この書を読み十年後には、王者の軍師となるだろうと告げる。さらに、これを読めば、王者の師となれるだろう。五十三年して、西北の国城の下において、功績を見るだろうが、それが私だとも。功績校の予言はべて的中し、長領は、 国上の功績を得て、これを祀ったという。功績功は、太鼓房と伴いに、標法の祖としてあおがれ、その名を冠した標法書の種類は多く、中でも三略が有名である。ありがとうございます。